北島達也です。今回はですね、肩幅が狭くて、ワークアウトを始めたんだけども、やればやるほどなで型になってしまうという方を、質問を受けました。どうすればいいのかについて説明していきたいと思います。プロフェッサー・レイス The Mad Scientist Yeah You're about to get served。 まずですね、肩幅がなくてですね、なで型になってしまう人、このなで型に、筋肉がついてなるっていうのは僧帽筋というこの首の付け根の筋肉ですね。これが多分発達してしまって、この横の三角筋っていうところがですね全然発達しないと、ここが出っ張ってしまって、ここがストンとしてなで型になってしまう。でこういう人は結構、多いと思うんですよね。これはですね、この姿勢の問題がすごい影響します。サイドレイズと呼ばれるこういう横にこうベルを持ち上げる運動があるんですけど、日向といってこの肩が前にこう出てる状態になってしまうと、この僧帽筋っていうですね、この筋肉がですね伸びた状態になります。でこの筋肉は背中までずっとつながってて、すごい大きい筋肉なんですよね。ですからこの筋肉っていうのは神経も発達してて、同じ動きをするときに両方の筋肉が使えると、どうしてもこの大きくて神経が発達してる筋肉を使いたくなってしまいます。ですから、同じようにこうサイドレイズをやっても猫背でやってしまうと、このまんま僧帽筋が伸びて縮む。だけどこれが手を回旋させて、胸を張った状態でやる。でもですね、この時に、立ち方も大事なんですね。ウェイトっていうのはですね、下から常に重力で引っ張られているので、立つこう角度で全然負荷のかかる場所が変わっていきます。ですからちゃんと膝をピシッと伸ばして骨盤を前傾させて、胸を張ってきれいに立つようにした状態で、サイドレイズをやってあげる。まあ例えばですね、この状態でこういうふうにしっかりやる。こういうふうにやるとですね、サイドレイズのこの三角筋というところに入りやすくなるんですけども、これが猫背のまんまこういうふうにやるとですね、これは、腰と僧帽筋っていうところに入ってしまう。そうするとですね、腰の脊柱起立筋というところもちょっと変な風に出っ張って、さらにこの肩の、後ろのところがでかくなってしまうので、三角筋というこう肝心なここが全然でかくならない。ですから、肩がなで型になってしまう。でこれも重くなってきた時にですね、肘をまっすぐにしてしまうと肘を痛めてしまうので、ちょっと肘を曲げるんですけど、この時にやっぱりさらに僧帽筋に入りやすくなるんですよね。で肘を曲げても、横から見た時に肘をグッと後ろに引いた状態ですね。この状態をキープしてこうサイドレイズをやるようにすると、重い重量を使って肘を曲げていても、三角筋にしっかり入るようになります。あとですね、プレスをやるにしてもですね、この前の方でやらないで後ろの方でやるようにするとですね、肩のサイドのラインがよく出ますので、なで型が解消されて肩幅が広がると思います。ただですね、肩っていうのはですね、幅を広げたくって横だけをやっていても、前と後ろから押し出されて立体感が出てですね、大きくなっていくので、実は横だけやっているとそんなに幅が広がってこないんですよね。ですから肩幅を広げたかったら、前と横と後ろと、あと背中も結構大事になってきます。このトータルで、筋肉を鍛えてあげることで横の広がりがガッと出てですね、で僧帽筋はもちろんついててもかっこいいんですけども、この比率の問題で全てが僧帽筋に入ってしまうと、なで型になってしまって、で姿勢がこう巻き型で猫背の人が多いので、それをしっかり修正してあげた上でサイドをしっかり鍛えて、でフロントとかリアとかですね、そういう他の種目もしっかりやってあげると、肩がちゃんと丸く発達していきます。でよくですね、プレス系こう上にこう持ち上げるやつじゃないと肩のバックアップがしないっていう方も結構いたりするんですけども、実際僕の経験上とかいろんなクライアントさんを教えたりとか、他のいろいろなトップのビルダーを見てると、肩幅が狭めの人はですね、プレス系でちょっと肩に入りづらい人も多いんですよね。でこのレイズ系とかアップライトローとか、特に肩幅が狭い人っていうのはアップライトローって結構この種目が入ったりとかするんですけども、そういうのを多用してあげると、入りやすかったりするので、その人の骨格によってもですね効きやすい種目があるので、ベーシックな種目を必ずしもやらないと大きくならないっていうわけではないんですね。で、ベーシックな種目が効かないんであれば、もっと筋肉がコントロールして意識できるような、種目を選んでやってあげた方が、ずっと後になって大きくなるのが早くなりますので、まずベーシックで重いものを持ち上げられるような種目を選ぶんじゃなくて、どの種目が自分で一番肩に意識ができるかっていうのをですね選んであげてやるようにすると、より発達が早くなるし、結果として綺麗な体が出てくるので。ので、肩幅を広げたいって初めてこうなで肩になってしまったんじゃ本末転倒なので、そういう形を最初にしっかり作りたいと思って目標を立てて、その通りにやるために何をやるべきかっていうのをですね、ちゃんと自分で考えて、それを一個一個クリアしていく、それがすごい大事ですので、まずこのなで肩になってしまう人は、なで肩になってしまう原因である猫背を直してあげて、なおかつ一番自分の効きやすい種目を選んであげると良いと思います。本日の動画いかがだったでしょうか。いいなと思ってくれた方は、高評価の方とチャンネル登録の方をお願いいたします。またですね、無料のメールマガジンを発行してますので、登録していただければ、私が毎日質問に答えて、メールを更新してますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。